どうも、エスプレッソバーバブです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今回も MHW3 ボンバーさんのツールレビューで少し前に購入しましたポルターフィルターのバスケットをレビューしたいと思います。今回購入したのはですね、いろいろなサイズがある中から 15g 用のサイズを購入いたしました。こちらになります。15g です。でこれまでですね、私が持っていた、いくつかをですね、紹介しますと、まず一番左端ですね、こちらがですね、フレアエスプレッソの純正のローフローバスケットと、呼ばれるものになります。18g、入るはずです。で、こちらがですね、フレアエスプレッソの純正の、ハイフローバスケットですね。多分こちらも 18g だと思います。で、次がですね、こちらになりまして、ECM ですね。の純正のバスケットということで、最初から付属していたもので一番長くですね使っているものというものになります。で次がですね、こちらが ECM のオプションのボトムレスポルターフィルターにですね付属していたバスケットということで、一番よく入りまして 21g ということになります。で先ほど ECM の方はですね、こちらも 18g 入るものになっております。でここにですね、新たにMHW3 ボンバーさんの 15g が、標準のですね、バスケットが加わったということになります。では、先にですね、結論から言いますと、まあ、普通にですね、良いというふうに個人的には思っています。印象としてはですね、今まで使っていたよりもめちゃくちゃ良いというところまでは思いませんけれども、まあ、普通に使う分にはですね、全く問題なく使えるということになります。商品のですね、特徴としまして、説明欄にはですね、二重構造になっているということになりまして、まあ、フィルターのですね、この穴の直径ですね、こちらが、まあ、内部の方がですね、0.16mm で、外側ですね、外部の方が 0.55mm というふうになっております。で確かにですね、まあ、グラインダーの引き目をですね、同じにした場合というのは、バスケットによって抽出速度が違うということも体感として確認しております。ECM のですね、純正のバスケットのですね、穴のサイズはちょっと細かなところはわからないですけれども、感覚としてはですね、MHW3 ボンバーさんのバスケットの方がですね、穴がわずかに大きくて、エスプレッソが落ちるのがですね、早いと個人的には感じています。で別にですね、まあ、どちらが、いい悪いというのではなくて、この 0. 何ミリのですね、世界というところでいくと、まあ、その穴の微妙なですね、大きさというもので、微粉がどうかまでというのはですね、現時点では私は感じてはいないという率直な感想になります。もちろんですね、先ほどの通り、まあ、抽出速度は変わる体感はありますので、まあ、引き目の調整をすればですね、狙った抽出にすることができるということになります。あとですね、これはこの使用環境上でのですね、個人的な感想というところでいくと、使い慣れているですね、こともあると思いますが、穴の精度というところでいきますと、この ECM のですね、純正のバスケットの方が綺麗にですね、エスプレッソを落とせる感覚というのがあります。あくまでもですね、何年も使い込んできたものと、最近ですね、購入したものとで、感覚がですね、少し違いますので、慣れと、いう部分も大きいと思います。またですね、引き目の調整でですね、できることも分かっていますので、バスケットそのもののですね、精度の差というのも極端にあるわけではないなというふうに思っています。はい。では次にですね、新たにバスケットを検討されている方に向けて、なんでですね、この15g のバスケットを購入したのかというところですね、こちらのですね、購入ポイントを共有できたらなというふうに思います。で、まず何よりですね、粉量の調整のために、購入をしたということになります。で、ここはですね、私を含めて皆さんも気になっているんじゃないかなというふうに思います。私のですね、所有している、バスケットではですね、基本的には 18g をですね、基本としていて、その他にですね、基本の量として、21g の、バスケット。マックスはですね、22、3はですね、入るかと思いますけれども、こういったバスケットを所有しております。しかしですね、今回かなり量のですね、少ない 15g というのをですね、選んでみましたということになります。
で、理由としてはですね、単純に粉量を減らして一杯分を抽出してみようというふうに思ったからです。で、今まではですね、まあ、例えば粉量 18g で、まあダブルスパウトのですね、ポルターフィルターを使って、まあ、25ml ずつ2杯分抽出していたりとか、あとはボトムレスポルターフィルターですね、使って、まあ、45ml ですね、ぐらい抽出するといったところをやっておりました。で、この新しいですね、バスケットで粉量を 15g にして約 30ml 抽出するというふうな感じにしてみました。で、粉量がですね、3g 減るとさすがにエスプレッソのパンチがですね、減ってしまいますし、まあ、同じですね、45ml 以上抽出しようとすると、まあ、後半にですね、雑味が出やすくなってしまいます。で、しかしですね、抽出量も減らしていますので、まあ、粉量を減らしてもですね、ほとんどエスプレッソのパンチが減ることはなくですね、最初に抽出されるいい部分の1杯分を抽出できているかなというふうに考えています。で、1日にですね、何杯もエスプレッソを飲むときに豆の消費量のですね、3g の差というのは大きいかなというふうに思っています。また、その時々によってですね、もっと濃厚なものが飲みたければ、18g や 21g のですね、バスケットに変えて使い分けができたらいいかなというふうに思っております。あとはですね、いろいろと MHW3 ボンバーさんの商品を使ってみていて、信頼できるというふうに思いましたので、バスケットもですね、購入してみました。品質も良くですね、こういったチャレンジもですね、しやすい価格帯なのが、嬉しいポイントかなというふうに思っています。はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございます。今回は MHW3 ボンバーさんのバスケットのレビューということになりました。まずはですね、今回購入した 15g という小さめのですね、バスケットを選んだ理由を中心にレビューをしてみました。またですね、今後もし機会があれば、いろいろなバスケットでの抽出の違いなんかもレビューできたら面白いかなというふうに思っています。このチャンネルではエスプレッソを中心に、エスプレッソツールなどコーヒーに関する動画をアップしています。ちょっとでも興味が出てきたという方は、ぜひともチャンネル登録をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。